撮影をしていこうかなと思います。はい、ふざけてますけど真面目にやることやるんで行きましょう。お願いします。まずですね、スマートフォン出していただいて、まずは外カメで撮ります。で、この時にしっかり360度角度でどこがかっこいいかっていうのを見ながらやっていくんで、やっていこうかなと思います。はい、まず正面からいきます。お願いします。お願いします。まあ、上と、まあ、この目線の高さと下から見た時、いろんな顔の角度があるんで、まずそこから、まず上から撮ります。はい、正面いきます。はい、おお、かっこいい。どう、村松さん、かっこよくない？かっけっす。やばいっす。下から来たアングルも撮ってもらって、あ、いい。じゃあそしたら次横行きましょうか。横振り、あ、いい、いいね。やっぱ横振りは下から見るとかっこいいな。ちょっとごめん、あの後頭部ちょっと直してもらっていい？後頭部のここの、ここのアングル直してほしい。うん、ここの、ちょっと、そうそうそう、ありがとう。そうそうそう、あ、いいね。撮ります。あ、いい。その目のとこいいね。目がいい、目がいい。その目の位置いい。じゃあ黒目をもう少しこっち向きに向いてもらって、あ、いいね。あ、いい。でちょっと顎下げてもらいながら、かっこいい。下から映る感じがやっぱいいな。よし、いいね。じゃあ次、あの後ろ向いてもらって、じゃあ後ろ下から、そう、後ろから、あ、そう、そんな感じ、そんな感じ。いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっとカメラにずらすね。かっこいい。じゃあ撮ります。じゃあこの角度でいきましょうか。あ、いい、いい、これ、これ、ここ、ここ、あ、その目線超かっこいい。いいね。あ、いい、その目の感じここだね。一瞬フィルター変えるね。はい、オッケー。12のベリベットかっこいいな。最高です。かっこよすぎます。ちょっとじゃあインカメ何枚か撮りましょうか。はい、じゃあインカメに変えます。で、今日はこうやってうまくポージングを見るときも、こうやって自分の過去のインスタで人気だった投稿を見てもらって、じゃあ今日のポージングはですね、このポージングがいいかな、こういうポージングと、目かかる感じと、このこういう手に手元やったりするスタイルと、あと横顔をかっこよくしたので、この感じで今日いきましょうか。あ、いいですね。この手で手当てるポイントでやっていくといいかなと思うんで、やりましょうか。はい、ぜひ。まあ、それか、まあ、前回のペイ君のスタイル、あ、じゃあこの時の手も欲しいなっていう本人を使っちゃったりすることもある。かっこいいなってな感じで、こうやってスタイルを一緒に探していきますと。あ、いい、あ、そう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 、このポーズごとに、そう、インカメでスマホもちゃんとポージング見せてあげると全く同じ感じにできるので、横に携帯でスタイル並べられて、角度でちゃんとカメラの位置もこの画角になるようにちょっと近づけてあげて、同じ感じにします。じゃあ肘をちょっとだけ前に出してもらって、あ、いいですね。で手だけピッて、あ、そう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 、かっこいい、そうそうそう、いいなぁ。イケメン、やばいよね。めっちゃかっこいいです。ちょっと下ずらして伝えてかけ、はい、こうやるとよりポーズに近いものができてて、リアルな再現ができますね。肘の角度とかまでこだわるときに、ちょっとライトつけようか。はい、よし。こうやってライトを使うんですけど、ライトをこうどこに当てれば顔が一番かっこいいかっていうのを全方向動かします。で、あ、ここの影の出方かっこいい、ここなんかこう絶対そこになんかこう、ここにやったらこうなるってロジックはあると思うんですけど、だったら全部、まあ、360度いろんな角度から当ててみて、どこがかっこいいのかって、あ、いいね、そこいいねっていうのをやった方が抜け漏れないので、あ、いい、いい、あ、いい、あ、こっち側もいいね、ちょっと持つわ。ここの上がかっこいいね。あ、かっこいいわ、チル、良いですね、エロいな。ここもいいね。いいですね。ここの感じ、表現めっちゃ広がる。じゃあカメラを変えます。さっきはソーダのアプリだったんですけど、今回はユーライクっていうアプリに変えます。アプリを変えてフィルター変えると全然髪型の質感変わってくるんで、そこで質感のコントロールをしていきましょう。いい。で、その中で同じアプリの中でもフィルターを変えて、あ、どれがいいのかなっていうのをしっかり細かく見てください。そのモデルさんに合った肌の色味だったりとか、こうやってフィルターがいろいろあるんで、あ、じゃあこれいいなと思ったら撮っていくようなイメージでやるといいかなと思います。その時もインカメっていうのを忘れないように、アウトカメインカメ両方で撮るといいと思います。インカメである程度できたら、次はこういう感じで外カメでも撮る感じにしてみてください。次は一眼レフで撮っていきます。一眼レフ使うのなんか2台、ソニーとキヤノン。カメラ、かなりこのカメラによっても画質が違うので、カメラ別々に変えたりとか、もしくはスタッフ同士でこうやって持ち合いながらカメラを変えるといいかなと思います。全然それでも写真の質感変わります。では行きましょう。お願いします。
こういう感じで、あ、いいね、いいね、いいね、めっちゃかっこいい、うん、あ、いい、あ、いいね、いいね、そうそう、その角度いいね、あ、いい、ちょっと離れるね、ちょっと近づくね、じゃあデータ送るね。はい、お願いします。いっぱいあるよ、ごめん、200枚ぐらいあるかも。あ、めちゃめちゃ来ましたねめちゃめちゃ来ましたじゃあこれをあれしてほしいな、はい、あのまたいつもみたいに一回いいの選んでもらって、はい、いい感じ編集してもらってまた送り直してもらったらポコーンってあげるんで。ありがとうございます。僕の方からもあげます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもすぐストーリーあげますじゃあ今から編集していきます。で、あのモデルさんから一応あのこれがいいよって言って送られてきた写真があるので、それで大体こう肌の編集とかしてもらってるので、あとはこのサイズ感とかを調節していきます。僕は編集してサイズ感がやっぱこう平成多くなったり、この髪の毛が一応目立たせたいのでサイズ感をコントロールしたりとか、あとはよいしょ、色味、光の感じだったりとか、コントラスト、僕らの雰囲気はコントラストが決まりすぎてもかっこいいので、柔らかくしたかったらコントラスト、あとはこうちょっと逆にこうダークな印象にしたいときはこう陰影だったりとかを変えてあげると絶対変わるので、こうやって細かくコントロールしていくとかっこいい写真にどんどん近づけるので、初めの撮った写真は素材として、あと調理するときはこういうものでうまく調理をしていってあげる。調理がうまいといい料理ができるのと同じで、写真もそうやってコントロールしてあげるとみんながかっこいいなと思うスタイルが提案できると思うんで、やってみてください。で、文章を考えるときもまずあのコメント数を増やしたかったりするときはしっかりとそのみんなが答えやすいような回答にしてあげる。例えば2枚の写真をつなげてあげて、1番と2番どっちがいいですかとか、あとはこの髪型だったらどこにデートに行きたいですかとか、自分のそのフォローしてくれてる方の層をしっかりと理解をして、その方が答えやすい、なんかこう難しい質問って答えたくないじゃないですか。だから自分がちょっと分かりそうな答えっていうのを質問をあえて投稿に投げてあげることによって、こうみんながコメントしやすくなってインプレッションが上がっておすすめ投稿に出やすくなってくると思うんで、まずそちらをやるっていうこと。あとはその自分の投稿を見ていたらどういうのを調べるんだろうなとか、例えばメンズヘアとかパーマとかっていう投稿のハッシュタグをどんどん自分の中で入れていきます。で、みんなが調べそうな大きいタグ、次にあまあニッチすぎない中くらいのタグで、一番ちっちゃいタグは本当1個のタグで100とか200しか投稿がないようなものを全部うまくミックスしてあげるとどんどん層も取れますので、やってみてくれるといいと思います。あとはトレンドに合わせて、今だったら鬼滅の刃だったりとか、その髪型にちょっとなんか寄せてるものがあったらやってるといいかなと思いますので、やってみてください。今日は動画を見ていただいてありがとうございました。最初のカット、あと施術のプロセス、撮影まで、で撮影からの編集テクニックだったりとかをちょっとあの細かめなんですけど、あの動画とさせていただきました。で、こういうなんかこう本紙を見ていただければ、そういうより細かなことが文章ベースで書いてあるので、動画見てもうちょっとこう気になったなってあればしっかり本紙見ていただくともっと分かりやすいので、ぜひ手元に取って見ていただけるといいかなと思います。で、よりお客様が呼べるようなスタイルを作っていただいて、よりその美容師さんとお客様がハッピーになってくれば、それが一番僕にとってはベストだと思っているので、ぜひ動画見て雑誌買っていただいて、よりいい美容師ライフを送りましょう。今日はありがとうございました。では。